サンインローは、イギリスのサラブレッドの競争場、及び、シュボバである。第一次世界大戦中のイギリスで、競争生活を送った、競争場で、主に長距離競争路線において活躍した。特にシュボバとして優れ、1924年などの、イギリスリーディングサイアーとなった。1911年に、エイブベリー教の牧場で生まれたサラブレッドで、父、 ダークロナルドの初年度産区であった。名前は、英語でママ子を意味するもので、母マザーアインローにちなんでいる。馬体はがっしりとした後ろ足と、尻、筋肉に覆われた肩を持つ一方で、前足は華奢な雰囲気を持っていた。また、馬体には、左後ろ足の小さなものを除いて、白斑を持っていなかったことも、特徴的であった。 レジナルドで調教師の下で調教を受け、2歳になった1913年に、競争馬としてデビューしたが、初戦は2着に終わり、また翌戦、翌々戦も着外に沈むなど、滑り出しは好調ではなかった。年が明けて3歳初めの2戦でも勝てなかったが、6戦目となるミルデンホールステークスでは、打って変わって八馬審査をつけての初勝利を挙げた。 その後クラシックを目指して出走した競争では、敗れ、クラシック路線への参戦は断念されたものの、ロンデスバラプレートやダリンガムプレートといった、同距離の競争では勝ち星を手にした。こういった戦績もあり、レジナルドは、三人郎の持つ、優れたスタミナに着目し、同馬が長距離競争に向いていると確信、路線変更に活路を見出した。 この取り組みは功を奏し、当時の長距離界の大競争グッドウッドカップや、年末のジョッキークラブカップといった競争に優勝するなど、2マイルを超えるカップディスタンスの世界は、3インロを取って本領を発揮できる場であることが分かった。4歳シーズンも長距離路線に出走、調整不足ながらも出走したチェーザレウィッチハンデキャップでは、レコードタイムを記録し、 年末には、ジョッキークラブカップを連覇した。しかし、前年より開戦した第一次世界大戦の影響を、競馬会も受けており、ヨーロッパにおける、長距離競争の頂点である、アスコットゴールドカップも休止されるなど、サンインローはその能力の前世紀にもかかわらず、出走の機会を多く得られなかった。五歳児は、ウォーレンヒルハンデキャップを制したが、 この一戦のみで競争を終え、引退した。引退後は、ニューマーケットのテレースハウスファームで、種ボバとなり、ここで、現役時代以上の高成績を収めることになる。設定された300ギニーの種付け量は、決して安くないものであったが、それに見合うだけの優秀な産区を、次々と出し、1924年と1930年の2年度で、 イギリスのリーディングサヤーの座に輝いた。産区の傾向としては、自身の経歴と同じく、長距離路線で活躍した馬が多く出ている。サンイン・ロー自身が出走できなかった、アスコット・ゴールドカップの優勝馬も3頭だし、さらにクラシックの優勝馬も送り出すことに成功した。サンイン・ローは1941年5月15日に、同牧場で没した。 30歳で没するまでに出した3区はいずれも優れ、それらが築き上げた競争価値数は全部で650勝に上った。三院老の3区には長距離に適性を見出した者が多く、ステイヤーが流行していた頃のヨーロッパ系馬界で大きくもてはやされた。また3区には種ボバとして成功した者も,も多く、多くの後継種ボバたちによってその不景は拡大されていった。 しかし時代が進むと、競馬世界は、全体的な距離短縮傾向に向かうようになり、長距離に偏った、三人牢の決闘は、次第に敬遠され、衰退していった。日本ではエルバジェを介して伸びた、エルバジェ系の種ボバが導入され、一時は、ウィナーズサークルやアイネス風人といった、東京優春勝馬、またバンブーメモリーのような短距離路線で活躍した。 馬などを出すなど活況を見せたが、現在は世界的な傾向も手伝って、種ボバとしての需要は極めて少ない状態である。当時はグループ性未導入。ありがとうございます。